和田明子が語る羽生譲の離婚、結婚していることを忘れていた。日本の歌手である和田明子さんが、t b s 系、アッコにお任せに出演し、プロフィギュアスケーターの羽生譲さんの離婚についてコメントしました。羽生さんは8月4日に一流万倍日、転写日、対案が重なる幸運な日に結婚を発表しましたが、そのわずか数ヶ月後に離婚を発表したことに、和田さんは驚きと思いやりの言葉を寄せました。 出演時のコメント。和田さんは、これはびっくりしましたと述べながら、ハブさんが結婚を発表した日を振り返りました。すべてがいい日を選ばれたのに、別れるときは別れるんですねとの言葉から、和田さんはハブさんの決断に驚きを感じていることが伝わります。さらに、和田さんはハブさんのプロフィギュアスケートの才能に触れ、アイスショーをやられて、完璧、圧巻だったから、全然忘れていて、発表を受けて、 離婚されたんだなと、と、彼のパフォーマンスに感動しつつ、離婚の事実に気づいた瞬間を語りました。プライバシーの喪失とネット社会への言及。和田さんは、ハブさんが結婚前にもかかわらず、プライバシーがほとんどない状態で生活していることに触れました。一方で、これを理解して結婚した可能性について言及し、お付き合いされている時に、と述べました。この点において、お笑い芸人のカンニング竹山は、 思った以上のことがいろいろ起きたんじゃないですか。ネット社会だったり誹謗中傷とか、思ってもないことがいっぱい起こったということじゃないですかと、現代社会におけるネットの影響力や誹謗中傷の厳しさに言及しました。ミニリュータも超特殊だと思う。こんな環境の人はいないから、我々が思うものと全然違うものがあったのかもわからないですねと、ハブさんの独特な状況に対する理解を示しました。 孤独と焦り、そして秘密の存在。和田さんは、芸能人としての生活がこう仕込ん混同しやすく、孤独や焦りを感じることがあると指摘しました。さらに、家の中で会話する、しないは別にして、この世界にいると、自分にしかわからないこともあると思う。どんだけ周りが良くしてくれても孤独や焦りを感じたり、そういう時でも、誰かがいるんだという安心感、元気、というだけでもだいぶ違うと。 彼女自身の経験から共感を示しました。そして、やっぱり秘密みたいなことが多かったから、みんな、知りたいっていうのが、でもなんで、そんな追いかけるのかな、みんなと、芸能人の私生活への興味と、それに対する疑問を投げかけました。和田明子さんのコメントは、羽生結弦さんの離婚に対する驚きと同時に、芸能人としての生活がもたらす孤独やプライバシーの喪失に対する理解と思いやりを示しています。 一方で、現代社会においてネットの影響力や誹謗中傷の問題が芸能人たちにとって深刻な課題であることも浮き彫りにされました。彼女の言葉は、人気のあるスポーツ選手やアーティストたちが抱えるプレッシャーと、その中での個人的な葛藤に対する理解を深める一助となります。そして、私たちが彼らに投影する期待や興味に対して、少し冷静な視点を持つことの重要性を教えてくれるものとなりました。